はい、今大井川、午前中大井川で昼休憩でラーメン食って、ちょっとタックルベリー行って時間潰してから今1時半に五山川のサッシー前ですねに行きました。でもやっぱ水が多いんで、五山川もほぼ満水ぐらいあって、もうまた苦手な状況なんですけど、とりあえずもう日も差しててあっちシェード狙ってもいいんですけど、とりあえず秋はバイブレーションっていうことで TD バイブ巻いていきます。これで五山川はサクッとクリアできると思ってるんだけどな、自分のイメージでは。よーし、ひたすら適当投げで連れてくれ。一本でいいんだよ、一本で。これちげえな。これね、魚が上釣ってないな。どう考えても。夕方この時間はさすがにきついかな。どこまで行ける？やべえな。はい、今バイブレーションで人流しして、まあ、中層バーッと巻いて全く反応ないんで釣れるかなと思ってたんですけど、正直バイブレーション人流しで全くノーバイトだったんで、ちょっとさらにレンジを落とすっていうことでクランクベイトを、これさっきタックルベリーときに買った、可愛かったから、ダイワのチビ服1ってやつで、色もねこの天気に合ってそうなスケスケのカラーなんで、ちょっとこれをボトム系中層で食わないんで、さらにレンジを下げて、まあ時間的にもね、天気的にもそんなにやる気満々で中層に浮いてるわけじゃないよって感じだと思うんで、しまった、 iTunes してないけど大丈夫か、まっすぐ泳いでくるなさあこれでボトム届いてないんだけどここから当たる、よし頼む、ここら辺でゴンって来い、当たり出した最初の駆け上がりのところでゴンって来てほしいよね、イメージとしては。はい、今度はホテルの下流のこっち側、もう昔大好きだったところ、まあ、養鶏場がここっていうイメージなんで自分の中では、でバイブレーションは特にこっちの方が強いで TD バイブで、今もう時間がやばくて14時46分多分1時間みんな3時半ぐらいまでやって、当たりなかったらもう大井川に行く五山川諦める、てか正直五山川でノーバイトは考えてなかった。もう9月なんてバイブレーションの秋とか絶対釣れると思ったもん。やばいな、だからこの人流しで勝負だな。やばいな、これはダメだな、まあ、バイブレーションもいろいろローテーションして、で結構あっち行こうと思ったら草がボーボーすぎてちょっと行けなくて、まあでもここからそこら辺の範囲が自分的には一番好きなんで、結構しっかりバイブレーション通したけど何にもピクリとも来ないわ、これはいかん。でこのままね五山川で粘るっていうパターンもあるんだけど、この水位だとねトップすらあんまり合ってこないから、大井川の二松江の上流、あのいつも釣ってるところあそこがねちょっとあの昼前こっち移動する前最後入ったのそこだったんですけど、そこはちょっと夕方になったら美味しそうだなっていう感じがあるんで、ちょっとそこら辺にそっちに移動してラスト夕方のチャンスタイムワンチャンもうそこにかけたいと思います。
あーやべえ、御三川でちょっとノーバイトは、この時期ノーバイトはちょっと想定外だったな、やばいな。ということで移動する。ああ感はやばい、この展開はやばいわ。かあやっちゃったな多分。ちなみに今時間は3時3分、日没何時、今移動するねとりあえずはい、今御三川でノーバイト食らって移動してきて、現在15時20分、日没が何時かちょっとよく分かんないんだけど、最近夕方釣りしたことないから、まあ日没まで多分やる流れになると思うんですけども、西大江の一番好きなとこ入ってきたんですけども、あの上流は車止めれずで、水門のところも先行者さんいて車止めれずで、ちょっと変な中途半端のとこ止めたんで、まあ空いたらねそこら辺入ろうかなと思うんですけど、ちょっと声かけながら、越える人、その人たちをまたぐときは声かけながら、声、あの一声かけながらね、ちょっとやらせてもらおうと思います。でとりあえずもうねここまでここでまあポップアールも多分使うと思うんですけど、ここで今ポップアールでバシャって30ぐらいのつっても多分もうはいはいってなるんで、ちょっともう一発逆転のこういうプチビッグベイト系、これで一本狙っていきます。もうこれしかねえわ。でも多分すぐまた違うの投げるよデッドスティッキング的な感じで水面ちょちょちょってやりてえな。でもこのいいシェードができてるんだよね。もうゴリ巻きした方がいいかもしれない、下手したら。よしこれでいこう。であっちがね風がいい感じで風遮ってんだよね、あの上流の壁が。この間釣ったとこから船のところまで多分いい感じで本当に壁、穏やかな水面を形成してると思うんで、もうそこはもうトップの独壇場だと思うんで、あそこが一番狙いたい。今上流の方がちょっと下流に行ってくれたんで、今度自分があっちの一番好きな入りたいところ入ってみたいと思います。でちょっとポップアール、ロトカリプソで、まあ、ジャークベイトと二刀流でやりたいんで、 511LL でジャークはできないんで、まあ、こいつにポップアールで、ちょっと合ってないんだけどね、本当はカリプソも LJ と SJ があって SJ の方が柔らかいんですけど、ポップアールの P60 はどっちかといえば SJ で投げる守備範囲のあれなんで、ちょっとこいつにはちょっと硬いんだけど、まあ、使えなくはないんで全然。まあでもこんだけあれだとあれだね、ジャックした方がいいなやっぱりごめん、波がね弱いわ、強いわ、ちょっとこいつじゃ合わないから。まあ、ちょっとポップ R と、ラドリンログをローテーションして、波がバシャバシャ鳴ってる時はラドリンログ、落ち着いたらポップ R、 こんな感じでやってみたいと思います。今日この色を押す、はい、ちょっとねポップ R じゃちょっとバシャバシャしてるんで、アピール力がちょっとダメだなということで、あと2ログで、まあ、水面下をリアクションの釣り、こいつだったら別に波あっても関係ないんで、水面バシャバシャしてても。はい、今ちょっとね流してきて、ここら辺から風遮って水面が穏やかになっててベテランギっぽくなってくるんで、ポップアールのアピールが生きてくるかなということで、ここら辺からちょっとトップ入れてきます。ポップアール、まあ、ね、結局これかよってなるんですけどね、結局これなんですよすいませんだってこれ以外信用できんもん、もうむしろ。いいね、いい感じで水面がなぎってます、穏やかになってます。なんか引っ張ったのこれだよね。
からは大チャンスです。めちゃくちゃベタなぎの水面になってるからね。生きてくるよポップアールが。いつ出てもおかしくない、どこで出てもおかしくない。さあ来い俺のポップアール。今日もポップアールは火を吹くのか。頼む、今日もよし、やっぱりポップアールだったって言わせてくれ。いやー情けないけど、本当は違う釣りでね、釣りたいんだけどな。ベタナギの水面、ここら辺は暑いよ。こっからそこの角が暑いな。その先も同じ状況かな。どうなんだろう。送った、よっしゃ、また来た、また来た。結局ポップアールって言わせてくれた。同じところらへんじゃない、マジで。まあまあ引くんだけど、よっしゃよっしゃ。カリプソーガリガリだけど、また丸飲み。おっしゃー、坊主の狩りだ。頼む、取るぞ、絶対取るぞ、絶対取るぞ、絶対取るぞ。頼む、頼む、頼む、頼む。よし。よし、よし。あー、ネットあるけど、抜いちゃっていい？よれ！ごめん、ありがとう。ありがとう。よっしゃー。結局言わせてくれた。言わせてくれたポップアール。またフロントフックだよ。よっしゃー。ふぅ。坊主の狩り、やっと。いやー、でもまた同じ釣りか。しかも同じようなとこで食った。なんかあるんかな、あそこ。てこれは40あるぞ。多分40ぐらい。ガリガリだけどね。よっしゃー。ポップある。ふぅ。安定の、結局。まあね、ベタナギの水面はね、暑いから、ただ、同じとこで釣っちゃった。そこら辺の、ようわからんけど。ありがとう。ポップ RP602、カリプソ LJ1。よいしょ。よいしょ。ありがとうな。こいつは40ぐらいあるよ。ガリガリだけど。ねえ、ありがとう。測ってみる？一回ちょっと測ってみる？お前本当に40あんのかよっていうね。ちょっとこれで濡らすか。早く逃がしちゃった方がいいような気するけどな。なんかあそこでカップルが写真撮っとるわ。はい、もう一回逃がしたろか。濡らさなかもんね。ちょっと待って。ちょっとごめんな。ごめんな。ダッシュ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 。よいしょよいしょ。でメジャーを濡らして草の上に食。ああ、長かった、一日。ちょっとこっちにしとこうか。こっちの方がいいね。草の上。大体でいいから、明るいのは。よいしょ。はい。あ、嘘ついた。あ、でも大体そうだわ。口閉じ、帯だけ、メジャー引っ張ってね。口閉じ、帯だけ、ジャスト40ぐらい。はい。口閉じ、帯だけ、ジャスト40ぐらい。よいしょ、意外と正確だったね、俺の測り。ありがとう。ふぅ、よかった。ありがとうな。よし、逃がしたろ。早く逃がしたろ。なるべく早く逃がしてあげましょう。ありがとう。マジでありがとう。いやー、これで3週連続坊主なし。ただ、いやー、ありがとうな。バイバイ。疲れた。長かった、一日。長かったよ。ふぅ、よかった。とりあえず今何時？ああ、はい、6時。ああ、じゃあ16時、4時ちょうど、ジャスト。くぅ、前回と同じぐらいのところ。いやー、でもね、ここまだ出そうな気するんだよね。ちょっともう一回頑張ります。もう一本、複数匹が見えてきた。はい、もうダメですね。結局何かいろんなとこ行ったしさ、五三川も行ったしさ、いろんなルアーも使ったけどさ、いつもよりも
結局いつもと同じこの西小江の上流のポップアールっていうね、しかもなんか前回と同じようなとこでつって、ただピンスポット知っててつってるみたいになっちゃったけど、前回あそこで言ってたのも前回初めてで、まさか2週連続同じとこで出てるとは思わなかったな。まああの辺がねちょっと風が当たってなくて水面が穏やかで美味しい感じにはなってたんで、その先でもねもうワンバイトぐらいあったらねちょっとかっこよかったかもしれないけど、あーもう結局この大好きなポップアールでちょっと糸だけ直しておきます。大好きなポップアールでしか釣れないまあねこれでちょっと3週連続調校してきたんですけど、ちょっと来週再来週はちょっと多分行けないと思うんで、まあ、行けても本当に短時間とかになっちゃうんで多分無理ですね。ということでしばらくちょっと釣りはないんですが、来れないんですが、まあまだね、まあ10月はもちろん11月いっぱいまではすごいこういうハードベイトがすごいで楽しい釣りができるんで、親もこさんもまあまたちょっと残り時間見つけていきたいと思います。ということでまあ結局ここねポップアールでしか釣れないっていうなんか情けない感じなんだけど、まあ次こそはそして1匹しか釣れないっていうね、毎回ねなんで複数キキ釣れないんかな、マジでわかんないけど下手なんだろうね。まあそれ以外何者でもないっていうね、ただマグレフィッシュっていうねそんな感じなんですけど、まあ次は複数匹で釣るか、プチビッグベイトを投げまくるかどっちかで、まああとバイブレーションとかで、ね、あの御三家で釣りたいかな。ちょっとね今日御三家デコっちゃったんで舐めてたわ。ということでまた次回、ちょっとだいぶちょっと先になるともう3週間後ぐらいかなに行ってると思うんで、しばらく動画の釣りの動画の更新はないんですけど、またもし暇だったら見てやってください。ということでありがとうございました。あー今ね時間がね、はい5時です。1時間ポップアールと、まあ、ほぼポップアール、たまにラトリノグ荒れてるところはやったけどノーバイトでした。その後はだからそのピンでしか釣れないってことだよということで帰ります。ありがとうございました。さようなら。